それじゃあね、植物の配偶詞形成について見ていきましょうか、ね、まず若いおしべの訳の中には若いおしべの、ね、訳の中には花粉の元になる花粉母細胞という細胞があります。花粉母細胞で、この花粉母細胞は原数分裂を行って、ね、2個の細胞になって、原数分裂って2回の連続した分裂だから ね4個の細胞になってね、これが原数分裂だよ。原数分裂ね。で、このできた4つの細胞を花粉子分子って言います。4つの分子があるから子分子で分かりやすいね。そしてこの花粉子分子ね、あの4つ細胞があって1、2、3、4、ね、4つ細胞があってね、4つとも花粉になっていくんだけど、ね、そのうちの1個だけを見てみると、これ4つとも同じことが起きるんだ、ね、そのうちの1個だけを見てみると体細胞分裂を1回行って、でもこの体細胞分裂は不思議な分裂で、でかい細胞の中にもう1個小さい細胞ができるっていう体細胞分裂なんですよ。ちょっと特殊な体細胞分裂だよね。中にできたこの小っちゃな細胞を有限細胞、そして大きな細胞の方の核を花粉間核って言います。で、これが成熟した花粉、ね、あの4つとも花粉になるんだよ、ね、これが成熟した花粉で、雌しべの柱頭について花粉管を、花粉管っていう長い管を伸ばしていくんですよ。これ花粉管、で花粉管核がこの花粉管っていう長い管の先頭にあります。でこの管の中を通って2個の細胞、この2個の細胞は性細胞と言われて、この2つの性細胞はさっき、ね、さっきあったちっちゃい細胞ね、でかい細胞の中にあるちっちゃい細胞、有限細胞が、では分裂したものです。これも体細胞分裂の、この分裂も体細胞分裂ですね。有限細胞が、ね、有限細胞が2個の、ね、性細胞、ね、性細胞かけます、ね、2個の性細胞になった、ね、この体細胞分裂です。でこれがオス側、ね、全部メス側見てみると、メス側は胚子の中です、ね、胚子の中にあるのは胚嚢母細胞。さっきの花粉母細胞と同じように元になる細胞には母って字が、ね、ついてるね。胚嚢母細胞、胚嚢母細胞が原数分裂っていうのは2回の連続した分裂だよね。原数分裂して原数分裂だよ。で原数分裂が終わったら1個の細胞だけが大きくなって、残りは消失してしまいます。このでっかく1個あるこいつを胚嚢細胞って言います。ね、母が取れたね、胚嚢細胞、ね、胚嚢細胞、ね、胚嚢細胞はやがて体細胞を3回、だ体細胞分裂を3回。行って、8個の核を持つ細胞になって、でやがてこの核が分、核が、核、この8個の核を使って、こんな風にすごい、大きな細胞に細胞が 1,2,3,4,5,6 6個入ったようなこんな構造を作ります。これをまとめて胚嚢って言います、ね、だんだん、ね、胚嚢母細胞から母が取れて胚嚢細胞、ね、ほんで最終的には
肺のになるね。肺の、ね、肺のぼ細胞、肺の細胞、肺のね、というふうに名前が変わってきます。で、この肺の、ね、肺の、あ、卵がいっぱいできましたと思うかもしれないけど、卵はただ1個だけで、これが卵細胞。問題によっては下側に卵細胞があるような図もあるから、ね、どっちにある、え、どっちかにあるかちゃんと問題見なきゃいけないんだよね。卵細胞ね、卵細胞はただ1つで、ね、性細胞が2つありますね。もちろん、性細胞の1つは卵細胞と、ね、あの受精するわけですが、ね、もう1個の、ね、性細胞は、ね、一体、ね、 誰と受精するんでしょうか、ね、しっかり教科書で復習しておいてくださいね。受精ね、受精していきますよ、受精していく。さて、さて、ここ、これが、配偶子形成の全容ですが、メス側、ね、胚嚢形成、胚嚢形成に伴う、各1個あたりの DNA 量を見てみましょうか。まずは原数分裂が行われますね。原数分裂っていうのは一度 DNA 量を2倍に増やして、そこからね、1回2回の分裂が行われるね。1回ね、2回でガクガクって減って DNA 量は、ね、半分になってしまうんですね。ここが、2だとしたら1になってしまうんですね。で3回の体細胞分裂ね、あ、これがね、これが原数分裂だ。でそして3回の体細胞分裂ね、1回2回3回ね、1回、2回、ね、3回、ね、1回、2回、3回の肺細胞分裂を行います。ね、これがね、肺の形成時の DNA 量の増減、ね。ここまでね、しっかりマスターしておきましょう。ね、このグラフだけじゃないね、この、グラフだけじゃなくて、この流れをまずしっかりマスターした後に、ね、DNA の流れも終えるようになりましょう。